えー、皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です、えー。この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の動きですとか今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。えー、このままですね、まあ、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、何卒よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。 まずはですね、先週の日経期の動きから振り返っていきたいと思います。ご覧いただいているのは日経期の冷やしチャートなんですけども、先週末8月12日の終値で,ですね、28,546円でした。前の週の終値が28,175円でしたので、まあ、1週間でですね、371円ほど上昇させてきましたので、まあ、週足ベースで見るとですね、まあ、400円にも届かないといったところで、 上昇してはいるんですけども、まあ、派手さはなかったといった印象ではあるんですが、まあ、ただ1週間の動き振り返るとですね、この12日の動きというのが、と、まあ、りわけ印象的になっています。まあ、どういったことかといいますと、まあ、先週ですね、まあ、11日が祝日でお休みでしたので、まあ、4日間の営業日だったわけなんですが、その祝日前ですね、特にその祝日直前の10日なんですけども、この2万8000をこう割り込むような場面もあったというところです。で まあ祝日を挟んで、週末の12日にこう窓を開けて、さらに窓を開けて寄りついた後も、上値をトライしていって、直近の高値ですね、6月9日、2万8389円、ここも超えただけでなくて、2万8500円台、ここも超えてきたといったところで、非常にですねこの週末の動きというのが印象的になっています。 ですので、まあ、今週のポイントというのが、この先週末に見せた株高の動きというのが、果たして今週も続いていくのかどうかといったところが焦点になってきます。で、さっきはですね、まあ、冷やしチャートを見てきたわけなんですけれども、周波しチャートでも、ですね、まあ、状況、かなり改善してきているなといった印象になっています。まあ、ちょっとこう、チャート、細かくて見づらいんですけれども、まあ、1年間の値動きの中心線ですね、この52移動平均線、ここもです、ね、しっかり抜けてきたと。 で、とりわけここ直近のローソク足の形見てみますと陽線がですね。4本付いている形で、この52種移動平均線を抜いてきて、28万、000円の節目も抜けてきましたよ。といった感じになっています。で、まあこの動画でもですね。まあ、このチャート何度かご紹介しているんですけどもまあ、日経平均のまあ値動きのレンジですよね。で、特にその去年というのはこの28、000円からまあ3万円。 この2000円のです、ね、値幅でこう推移しながら、まあ、昨年の2月とまあ9月にまあ3万円を超える高値をつけていったと、それがですね、昨年の年末からまあ今年の頭にかけて下抜けていって、まあ、2万6000円から2万8000円の値動きというのが、大体こう8ヶ月近く。 続いてたわけなんですけども、まあここをですね、ようやく上離れしつつあるような感じになってますので、この株価の値動き的には先高感強まっているのかなといった印象です。で下段のマック D 見ましても、この赤い線のマック D が、まあゼロ円ラインもですね、超えてきてますので、まあ中長期的に見ても株高のですね、上方向認識というのはこう強めているのかなといった印象になっています。 でです、ねまあ、2万8000円の節目を超えてきましたと、なおかつ、ですね、このフィボナッチリトレースメント、まあ、この動画でも何度かご紹介しているこのテクニカル指標なんですけれども、まあ、昨年の9月14日の高値と、今年の3月9日の安値、まあ、この下げ幅に対して、ですね、何戻してきましたかといったものが、フィボナッチリトレースメントなんですけれども、まあ、先週の値動きによって、この2万8460円、つまり61.8%戻しというのを達成したという形になっています。 となってくると、次のハードルというのが76.4%戻しですので、まあ、価格帯でいうと、大体 29, 2万9352円というところで、ちょうどですね今年の高値、1月5日ですね、2022年の取引がスタートした翌日ですね、この時につけた高値水準というところありますので、つまり76.4%戻しを達成すると、 まあ年初からのです、ね、こうプラスも達成すると、高値を更新していくといった形になりますので、まあ、残りですね、大い1000円弱ぐらいですか、まあ、ここをまあトライしているだけの勢いが、下事の相場にあるかどうかといったところも注目されるのかなといった感じです。 でですね、先週末のこの12日、足元のですね、冷やし、周波しチャートを見てきたわけなんですけども、共にですね、チャートの形、まあ、改善してきた最大の機用度が大きい部分というのは、この8月12日の値動きだったというところがありますので、じゃあこの8月12日の値動きというもうそのものについてですね、もうちょっと深掘りしてみようかなと思っています。で、再び話を日経期の冷やしチャートに戻すんですけども、まあ、この日の終値が28,546円と、 言った形になっています。で、取引のスタートですね。28、251円でした。で、これどういったことかと言いますと。とまあ、祝日明けが前8月12日でしたので、この祝日前の8月10日ですね。先ほどもまあ説明した通りなんですが、まあ、28、000を下回っていたといった状況です。で、この8月12日まあ、連休明けでスタートしたわけなんですけども、ちょうどこの日というのはオプション取引とミニ先物取引のま sq の日でもありました。 つまりですね、ちょっと需給的な思惑も働きやすかったといった時愛になっていますで。特にこの S q 前、もしくはこの S q 直後というのはですね、株価水準的に意識されやすいというのが、オプション取引なんですけども、まあ、権利行使価格といったのがありまして、そのオプション取引でまあ比較的ですね、売買が多いとされている、その権利行使価格、まあ、250円刻みですね、これが特にですね、注目されやすいといった感じです。でですので S, S q 前の8月10日、まあ、2万8000割れてましたので、じゃあ8月12日、S q ですね、いくらで迎えようとしてるのかと。となってくると、まあ、2万8000割で終わってましたので、もう8月10日がですね。となってくると、8月12日というのは、たい2万8000どころで落ち着けばいいだろうと言ったのが、まあ、見方としては体制を占めてたわけです。それがですね、寄り付きの段階で、さらに250円切り上げてスタートしたと。 いう形ででしたのである意味、ですねこれがサプライズとなったという形ですね。となってくると、この直近の高値、6月9日と3月25日、ここがまあ射程圏内に捉えてきますので、まあ、ここを積極的にトライする動きになっていって、まあ、上値を伸ばしていったと。で、終わってみたら、ですねさらにもう1、250円切り上げてきた2 8500円、ここも超えてきたという形です。 でちなみにですね、8月12日のこの S q 値の値なんですけども、28,525円というところで、終わり値もですねこの S q 値も超えてきたといったところで、まあ、その1日の取引通知ですね、まあ、強かったというのが、まあ、この日の値動きになっていきますで。しかもこの S q 値を上回って終えているといったところで、さらにですね、上方向に意識を強めてきたといったところで、その日の夜に開かれた、まあ、日経22号先物ですね、 この時の割合というのも28,750円をつけて終わっているといった形になっています。でちなみにですね、SQ といった話で見ていきますと、ちょうどこう2ヶ月前なんですが、この6月10日がこのメジャー SQ だったんですけども、実はですね、このメジャー SQ を挟んで株価がこう下落してったわけなんですけども、で直近の高値というのがこのメジャー SQ の直前の日だったわけですね。 それが今回は、ですね、この S q 日で一段高になっているといったところを踏まえると、ですね、S q 挟んでだいぶこう意味合いを変えてきたといった印象ありますので、需、まあ、給的にはですね、その売り方の買い戻しというのを巻き込みつつ、この2万8750円を超えるような動きですね、つまりこの上昇の勢いのこうフォロースルー的なまあ株価の上昇というのは、当然、ですね、今週の頭ぐらいに見られるのかなといった予想が立てられるのかなというふうに思います。 まあただ、ですね問題はこのフォロースルー的な株価の上昇があった後ですねさらにどんどんこう株価を伸ばしていけるのか、はたまた一旦上昇が止まるのかといったところも、今週の焦点になってくるわけなんですけれども、まあ、どちらかというと、ですね上昇が一服しやすいのかなといった印象もあります。まあ、どういったことかといいますと、ご覧いただいているのが日経平均のまあ冷やしチャートと、あと下段にですね日経平均の VI 指数というのを載せています。 ボラティリティインデックス指数っていうんですけれども、株価のですねボラティリティインデックス、要は予想変動幅の推移を示したものなんですけれども、まあ、細かいところは抜きにしまして、この日経分野指数というのは、おおむねですねこの20ポイントからまあ30ポイントの間で推移することがまあ多いとされています。で このボラティリティインデックスが30ポイント近くになってくるとですね、ちょうど株価とこういうふうに結びつけてますけども、まあ、そこをつけることが多いと。反対にこのボラティリティインデックスが下がっていって、まあ20ポイントですね。この20ポイント付近もしくは20ポイントこう下回ったところというのが、だいたい株価の天井となりやすいといった傾向があります。 これに照らし合わせてみますと、足元というのは20ポイントこう下回っていますし、まあ、株価もです、ね、かなりこう勢いよく上昇してきてますので、まあ、こういったあのボラティティ・インデックスの金合から見ていくと、まあ、そろそろ上昇のが一服してもおかしくはないといった状況になるかと思われます。でまたです、ね、別の角度から見ていきたいと思うんですけれども、ご覧いただいているのはトピックスの動きです。 トピックスもですね、まあ、週末に大きくこう上昇してはいるんですけども、先ほど日経平均と違いまして、直近の高値、6月9日の高値ですね、ここもまだ抜けてないといった状況ありますので、こういった面からでもですね、やっぱこう、先物の需給的な要因で、まあ、動きやすい日経平均が先導して動いていって、まあ、トピックスが まあ、これについていけるかどうかといったところが、まあ、今週の注目ポイントの一つとなってますので、トピックスもです、ね、しっかり今週上げていって、直近高値を超えられるかどうかといったのも、一つのですね、過、まあ、熱感を図るバロメーターとして使えるのかなというふうに思われます。以上を踏まえてですね、今週の値動き、チャート的に見てきたんですけども、まあ、イベント的にも見ていこうかなと思います。ご覧いただいているのは今週の主な予定です。 で決算については、ですね、時価総額、まあ、先週末時点で時価総額1000億円以上の銘柄ですね、今週、2銘柄しかないです、SBI とチェンジという銘柄ですね。なので、まあ、国内の決算というのはだいぶこう一巡してきたのかなといった印象です。経済指標で見ていきますと、まあ、今日ですね、8月の15日に GDP の速報値が発表されるという感じです。 で海外の方見ていきますと、まだ注目の決算、ポツポツ控えています。まあ、ウォルマートですとか、まあ、ローズカンパニー、あとホームデポ、ターゲットといった形で、小売り関連企業の決算が出てくるという形です。で特にこのウォルマートというのは、まあ、ここ直近で,です、ね、まあ、業績の下方修正というのをこう相次いで発表していって、株式市場の重荷になったといった経緯があるだけにです、ね、この決算で、 さらにですね、業績下方修正するような動きが出てくると、ネガティブサプライズになりますし、まあ、予想通りであればですね、デスクして株価が上がりやすくなるといったことも考えられますので、まあ、特にこのウォルマートの決算というのは注目かなというふうに思われます。あと、こう、経済指標について見ていきますと、アメリカではこう、住宅関連の指標ですね、住宅着工件数ですとか、中古住宅販売があったりですとか、あとは交流利上げ高ですね、あと FOMC の議事録なんかも出てきたりします。 で、中国の方もですね、今日の11時なんですけども、まあ、7月の流売上高ですとか、鉱工業生産、あとここには載ってないんですけども、固定資産投資、まあ、不動産関連の指標ですね、こういったのがまとめてどんと出てくるという形になっています。 でですね、まあ、株価材料、整理していきますと、基本的な相場の見方というのは変わっていません。インフレの動向を見つつ、金融政策の思惑が働いて、じゃあ景況感、どういうふうに影響を受けるのといったこの三つどもに対して、さまざ、あ、まなです、ね、個別の項目が影響を与えるといった構図です。 今週、で,ですね,今週ですね交流売上げ高ですとか、住宅関連、アメリカの方で経済指標を発表されたりですとか、企業業績ですね、まあ、先ほど申し上げたようにウォールマートですとかターゲット、まあ、こういった決算が出てくると、で日本の決算は一巡しましたねという状況ですね。であと、アメリカの長期金利ですね、2.8%台ぐらいでですね、まあ、上げ下げをまあ繰り返しながら、ちょっと落ち着いているような動き出ていますで。これが下がってくればいいんですけども、また金利がですね3%近くなってくると、株価の模しになるのかなといった状況です。 需給的にはです、ね、まあ、先ほどのミニ SQ を通過しましたので、フォロースル的なまあ調整といいますか、まあ、動きがあって、一段の株高、まあ、その後どうなるのかといった状況かと思われます。で、まあ、中国でも経済標が発表されるといった形で、で9月の FOMC に向けて、じゃあ、次のまあ利上げ幅どうなっていくのかと、そういったところも注目されていく中で、まあ、株価が動いていくといった構図には変わりはないというふうに言えるかと思います。 でですね、足元の,そのアメリカ株の動きといったのも見ていきたいと思います。まあ、先ほど日経平均、ですね週末の12日に大きく上昇しましたというふうに申し上げたんですけども、アメリカ株もですね8月の12日に大きく株価を上げています。で実は、ですね連休前の株式市場というのは、まあ、あまり良くなかったわけですよね。例えば国内で見ていきますと、ソフトバンクグループの決算ですとか、あと東京エレクトロの決算。 こういったのを受けて、ですね、まあ、日本株市場、まあ、下げていましたし、特に半導体関連は、ですね、まあ、国内の東京エレクトロンの計算だけではなくて、アメリカ株市場も、ですね、例えば NVIDIA ですとか、マイクロンテクノロジーがまあ業績の見通しを過方修正しているといったところもありましたので、あまりいい相場試合ではなかったんですけども、まあ、その後に発表されたですね、インフレ関連の経済指標ですね、消費者物価指数。 こここうういいっったとととろろをです、ねまあ、交換しててて株価が上が上てきているというところですね。なので企業業績でこう足を引っ張った部分あるんですけどもインフレが早い段階でピークアウトするんじゃないかという期待の方が勝って結果的に株が上がっていたといった形になっています。でこのインフレのですね対する見方に対して思ったよりも早くこうピークアウトするんじゃないかといったところをですね反映して実はこのニューヨークダウというのはまあ株価がこのように 上昇してきているわけです。6月の17日を底値としまして、8月12日まで、まあ、ほぼですね一本上しで上げてきていると、まあ、ちょっとこの辺怪しい部分あるんですけども、まあ、全体な慣らしてみると、まあ、順調に株価上げてきたのかなといった印象です。で、この3万3000ドルというです、ね、リスクのオンとオフとされる節目も超えてきましたよといった形になっています。で こういった形で、まあ、経済指標とかイベントを重ね合わせてみるとですね、さまざ、あ、まなものをクリアしながら上昇していったことが分かるかと思われます。まあ、アメリカの雇用統計ですとか、まあ、FOMC、あと先ほど申し上げた CPI、消費者物価指数ですね、こういったのをクリアしながら、インフレの早期のピークアウト期待、こういったのをこう自信を深めていって上げてきたことが分かるかと思われます。で、まあ、この中でですね、特に注目したいのが、このミシガン大学の消費者態度指数ってやつですね。 これ何が言いたいかというと、このミシガン大学の消費者態度指数の中にですね、インフレ期待率といった項目があって、実はこのインフレ期待率がだんだん下がっているといった傾向があると。で、まあ、実際にですね、見ていくと、このミシガン大学の,この消費者態度指数が発表されたタイミングで結構株価を上げたりしています。特に4月の15日というのは、交流利上高もですね、しっかりしていると。 要はインフレの期待率でもこう下がってますよとで、なおかつ交流の売上高もしっかりしてますよといったところでですね、ちょっとここら辺から上昇が加速してたといった面があります。で、もう一つですね、まあ、今後を見ていく上で注目していきたいのが、この PCE というやつですね、これ何かというと個人消費支出といった項目になってまして、まあ、この中でもですね、まあ、細かい項目の中にインフレ関連の ままあ項目ありますでここがですね実はこう FRB がまあ金融政策を決める上でですね重要視している指標でもありますので、この PC ですね、まあ、デフレーターっていうんですけども、この数字がですね、まあ、インフレのピークアウトを示唆するものであれば、ですねさらに株価が上がっていく可能性があると。足元200日同平均線も迫ってますので、この200日同平均線を超えられるかどうかといった形です。8月の下旬にこう出てくる指標ですので、まあ、8月の下旬に向けて株価がどのように動いていくかといったところですね。一旦この この200日平均線で上値抑えられるような場面が出てくるかもしれませんので、まあ、今週ですね、ちょっとこの上昇が一服するかもといったところは想定しておいていいのかなというふうに思われます。でですね、もう1個、相場のサイクルですね、今後も株価順調に上げていけるのかどうかといったところなんですけれども、この相場のサイクルでこうその動きというのを捉えていきたいと思います。で、この相場のサイクルなんですけれども、主にこう4つに分かれています、まあ、業績相場から逆金融相場。 で逆業績相場、金融相場とこう4つの局面をこうぐる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 こう回っているようなイメージになっています。で、足元の状況はどこなのかというと、この逆金融相場のところに位置しています。 景気は過熱はそんなに必要はなかったんですけれども、とにかくこうインフレが思っても早いスピードで進行してたといったところで、このインフレをなんとかしていかなければいけないというところで、金融政策が引き締めに向かっているというところですね。当然、金融政策が引き締めに向かいますと、景気ですとか企業業績に悪影響を与えてきますので、景気が悪くなってくるような経済指標がどんどん出てくると、で企業業績もですね下方修正がどんどん出てくるといった形になっています。で当然それに伴ってこの景気と企業業績がです、ね ね拡大サイクルから減速していくサイクルになってくるとで足元はですねまあ、実際に利上げ始まってますのでまあこの逆金融相場から逆業績相場へといったところでですねここでちょっと行ったり来たりしているとまあ、足元で発表される決算ですとか経済指標ですねまだまだら模様だったりしますのでまあ、強気になったり弱気になったりをこう繰り返しながら動いているとただ金融政策についてはですねこのインフレのピークアウト期待によ でこの引き締めからです、ね、来年の緩和といったところを先取りする動き、出てきています。で当然です、ね、まあ、インフレが早くピークアウトすれば、この景気とか企業業績の減速というのも比較的マイルドなものになるだろうといった見通しも強まってきますので、いわゆるこうソフトランディングというところですね。なので、足元の株高というのは、景気とか企業業績の減速がまあソフトランディングで終わっていって、 で、で、さらに来年以降のですね、利下げは金融緩和をですね、先取りしている部分があるといったところです。この見方がですね、まあ、正しいのかどうかというのは、現時点でま判断できない部分はあるんですけども、まあ、それを前提に、ま株価が上がっているといったところを抑えていく必要があるのかなと。となってくると、足元で株価が下がってくる背景としては、このシナリオに変化が生じるかどうかになってくるわけです。まあ、どういったことかというと、そのソフトランニング観測が後退する、もしくはインフレがですね、思った以上に。 ピークアウトはしたけども、下がってこないみたいな形になってくると、まあ、ちょっともたつくような場面というのも当然出てきますので、まあ、先取りして上がった分がですね、修正される動きというのは当然想定されますし、もしくはこの想定しているシナリオがですね、こう悪い方向に向かっていくと、その時には株価の下落が大きくなってしまうといったシナリオもまだ残されているといったところは、抑えておいた方がいいのかなというふうに思われます。 でですね、ニューヨークダウンのです、ね、株価の戻りなんですけども、まあ、先ほど、まあ、この部分切り取って見てきました、6月17日のです、ね、安値を境に、順調に株価は戻してますよといった話したと思います。で、こ、ま、と、あの1月5日がです、ねまあ、あのニューヨークダウンの高値だったんですけども、ここから6月の安値までこぐーっと下がっていって、まあ、先週のです、ね、12日時点、じゃあ、どんだけ株価を戻したのかというと、56.3%、この下げ幅に対して戻してきたわけです。 まあ要は56%ですので、まあ、半分以上戻してきた格好になってきます。なので、半年戻しは前年戻しといったですね相場関係もありますので、まあ、順調に戻しているのかなといった見方、あるかと思うんですけれども、ただですね、この1月5日から6月17日のこの下落トレンドをたどる過程の、ですねやっぱりこういくつか株価がですね底落ちている部分あるんですけれども。 こに5月20日であれば、5月20日で一旦株価を底落ちして41.7%戻しましたと、ただまた株価下がって安値更新しましたといった状況にもなっていますし、さらにこう株価をさっていくと、やっぱり2月の24日にもです、ね、株価を底落ちして68%、た多分足元よりも大きく戻しているんですけれども、それでもです、ね、株価が下がっていって、この2月24日の安値も更新していっているといった状況もありますので。 でさらにですね、1月24日なんかは70%戻してるんですけども、やっぱり安値を更新しているといった形もありますので、まあ、こう半年戻したから前年戻したってって、やれ、買いだーみたいな形で一気に傾くのもちょっとまだ危険なのかなと、やはりですね、この株価が200日同平均線をですね、超えて、なおかつその後もですね、この200日線がサポートとなって上げていくような動きが出てこないと、やっぱりちょっと厳しい部分はあるのかなと思います。でチャート過去に遡るとですね、やっぱり日同平均線、 超えてるんですけども、サポートにして一段高とできなかったというところで相場崩れてますんで、この100日同平均線と株価の動きというのが位置関係ですね。こういったところも注目されるのかなというふうに思います。 で最後ですね、見ていきたいのが、アメリカのやっぱこれも株価指数になるんですけども、ラッセル2000の動きになっていきます。アメリカの中小型株のまあ株価指数になるんですけども、当然、中小型の企業というのは、景気敏感と言いますか、景気ですとか、金融政策のですね影響をやっぱこう大企業に比べると受けやすいといった感じになっているかと思います。 じゃあ、そのラッセル2000の動きどうなのかというとですね、先ほどニューヨークダウが200日同平均線を超えられるかどうかで言った話だと思うんですけども、ラッセル2000ですね、もう200日同平均線超えてきましたというところで、まだですね、ナスダックもそうですし、S&P500 も100日同平均線超えきれてないんですけども、まあ、一足早くですね、超えてきているといった状況です。で、この6月のですね、16日というのが、まあ、このラッセル2000のまあ大底と。 まあ200日の平成も超えてきましたのでというふうに考えることができるかと思うんですけれども、まあ、このようにですねギャアングルをこう引いて見ていきますと、起点となるのがおととしの9月24日なんですけれども、実はこの前にですねコロナショックの落ち込みがあるわけです。となってくると、この2020年の9月24日というのは、コロナショックのまあ落ち込みから一旦戻して、さらにですねこう株価が下がっていった時のまの底値がまあ9月24日だったりするんですけれども、ニューヨークダウンなんかはですね、 コロナショック前の水準近くまで、ナスタックもそうなんですけども、そこまで株価が下落してたという動きを踏まえますと、このラッセル2000の落ち込みというのは、コロナショック前の水準まで下がったかというと、まだまだ高い水準で一旦そん速報値しているといったところですね。となってくると、このラッセル2000の動きというのが、まあ、景気敏感株が集まっているみたいな話をしたと思うんですけども、実はです、ね、その景気の悪化の織り込みというのが足りない可能性がまだあるので、このラッセル2000がですね、 ちゃんとこの200日当平均数サポートに上値を捉えしていけるのか、このまま下がったときですね、どこまで下がっていくのか、安値を更新していくような下落になってくると、相場全体のムードもですね、悪くなる可能性がありますので、ちょっと注意が必要な、まあ、株価指標なのかなというふうに捉えています。え解説は以上になります。 まあ足元のです、ねまあ、株価上昇の勢いというのは非常にこう強いものがありますし、まあ、フォロースルー的なまあ一段高というのがあるかと思うんですけれども、まあ、ポイントとなってくるのは、一段高した後の株価がです、ね、しっかり値固めできるのかどうか、まあ、これがです、ね、今週のポイントに尽きるのかなというふうに思われます。また来週もです、ね、こんな感じでまあ相場の状況を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、引き続きです、ね、次回もこの動画をご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。